USA はアメリカ合衆国の作家ジョン・ド・スパソスによる三部作の小説である。北緯42度線が1930年、1919年が1932年、ビッグマネー・ザ・ビッグマネーが1936年に出版された。1938年1月に初めて USA という題名で三作がまとめて刊行された。 USA 三部作では実験的な手法が用いられ、四つの物語、すなわち12人の登場人物の人生を伝える物語、新聞記事の切り抜きや歌詞のコラージュによる節、ニュースリール、ウッドロー・ウィルソンやヘンリー・ホードなどの当時の著名人の短い電気、自伝体の流れの断片の節、カメラ愛の四つの流れにより構成されている。また、 USA 三部作は20世紀の最初の30年間におけるアメリカ社会の歴史的発展を主題としており、1998年には出版社モダンライブラリーが主催する20世紀の英語小説ベスト100で23位に位置付けられた。これらの物語感の分離は主題別というよりもむしろ文体的なものである。一部の批評家はビッグマネーに登場するの人物、 メアリー・フレンチとジャーナリストであるメアリー・ヒートン・ホースの関係を指摘し、架空の人物と電気の厳密な分離を疑問視している。新聞記事からの守備一貫した引用もしばしば電気に織り込まれ、それらとニュースリールの厳密な分離に疑問を投げかけている。三部作の断片化された物語の構成は、後に英国の SF 小説家、ジョン・ブラナーの作品に影響を与えた。 また、ジャンポール・サルトルの三部作、自由への道にも影響を与えた。ドスパソスは、第一次世界大戦前、戦中、戦後の登場人物の日常の状況を、それらを動かす、社会的及び経済的な力に特に注意を払って描いている。無慈悲で、ビッグマネーを追求するキャラクターは成功するが、同時に成功によって、非人間化される。他の人々は破壊され、 資本主義に押しつぶされ、踏みつけられる。ドスパソスは、成功する、上向きの機動性のある、登場人物にはあまり登場を示さないが、資本主義社会の犠牲者には常に同情している。彼は、自分自身で安定した生活を送ろうとしたり、何らかの意味で落ち着こうとするとき、勝者と敗者が共に直面する困難を探った。この小説は、ラジオ番組や、 演劇制作などの目的で何度も本案されている。ポール・シャイアーはドスパソスと協力して劇的なレビューを作成した。ハワード・サックラーは1968年にカットマンブックスでオーディオに本案し好評を博した。マイク・ゴールドは北42度線と1919 19年に関する同時代の解説で彼の初期の小説マンハッタンノル海域で ドスパソスの技巧の拡張としての資質を指摘し、これらの小説を最初の集合小説と説明した。スタンリー・コーキンは小説の特定の歴史的時期に関するヘーゲル・マルクス主義の文脈で特に北緯42度線を非難した。アーノルド・ゴールドマンは20世紀アメリカのドスパソスの三部作における全身的権利剥奪について述べている。 ジャスティン・エドワーズはビッグ・マネーでの映画の技巧の使用について議論している。ドナルド・ピザーはビッグ・マネーの力、強い力に対する言葉だけの一節について詳しく説明している。ジャネット・ギャリガニ・ケイシーはドスパソスの三部作における女性キャラクターの成長の扱いと発達を分析した。ステファン・ロックはカメラアイの使用の背後にある映画のアイデアについて調査した。 三杉ス子は、1919年で、ドスパソスが、セオドア・ローズベルトの戦争に対するロマンティシズムを誇張して描き、米西戦争における抗戦的愛国主義者である、ローズベルトと第一次世界大戦における語り手の体験を並置していること、さらに、アメリカ人の遺体と題して、無名戦士の伝記を書くことで、戦争をめぐるロマンティズムを徹底的に求断していると分析している。 二木克児は、カメラアイニュースリールの挿入を、膨大なアメリカ社会の複合構成体を、我々自身という、生きた、人間、読者の脳裏において再生させるためためには、極めて印象的で、効果的な手法と評価している。また、多くの人物が幾度となく、姿を表しては消えてゆくことに着目し、登場人物は、内面的な生命を有しておらず、生命を有しているのは、 社会の方となっていて、USA を無感覚で機械的な人物の行動によって組み立てられた複合体であると述べている。ドスパソスは本作を三部作として刊行した際、前年の11月に出版された北緯42度線のモダンライブラリー版へ新たに USA という題のプロローグを追加した。同じ文章がハーコートブレースによって USA 三部作に使用された。 ホートン・ミフリン・ハーコートは、1946年に2つの箱入り三冠セットを発行し、レジナルド・マーシュの再色見返しと絵を掲載した。最初の絵入り版は365部に限定され、そのうち350部は、ドスパソスとマーシュの両方が、革と面取り拍子を使用した豪華な想定の本に署名した。より大きな1946年の貿易問題の際は、 奈飯側で想定され、三部作の題名、USA が背表紙と表紙の青い長方形の上に赤で印刷された。エイリ版は、ドスパソスの生誕から100年後の1996年に、ライブラリー・オブ・アメリカ版が登場するまで、様々な想定で再版された。ありがとうございます。